皆さんこんにちは。2024年の大相撲夏場所で茨城県阿見町にある二所ノ関部屋所属の小結大の里が見事に初優勝を果たしました。この偉業、相撲ファンなら誰もが喜んだことでしょう。しかしその裏で、同じ茨城県内の龍ヶ崎市にある四季秀部屋では、三段目の最上桜が18歳という若さで引退するというちょっと寂しい出来事もありました。今回はこの出来事について詳しくお話ししていきます。まずは大の里のお話から紹介していきます。彼は茨城県阿見町にある二所ノ関部屋所属の小結で、2024年の大相撲夏場所で初優勝を果たしました。彼の優勝は多くの相撲ファンにとって待ち望まれたもので、その成績は本当に見事でした。彼の成功は彼自身の努力と才能、そして彼を支える周囲の人々のおかげだったといいます。そんな大の里がここまで来るには並大抵の努力ではなかったようです。二所ノ関部屋での厳しい稽古に耐え、多くの試練を乗り越えてきたといいます。彼の師匠である二所ノ関親方や後援会の支えがなければ、この成功はありえなかったでしょう。特に彼の父親である中村智之さんと二所ノ関親方に挟まれて笑顔を見せる姿は、皆さんも見たことがあるかもしれませんね。また大の里の成績はその努力の賜物です。彼は日々の稽古に真摯に取り組み、技術だけでなく精神力も鍛えてきました。彼の稽古風景を見た人々は皆口を揃えて、彼は本当に努力家だと言います。二所ノ関親方も、大の里は自分の限界を超えるために毎日努力しているとその努力を高く評価しています。優勝後、大の里は祝勝会で父親の中村智之さん、師匠の二所ノ関親方と共に笑顔を見せていました。この祝勝会には多くの関係者やファンが集まり、彼の優勝を心から祝っていたといいます。その場で見せた彼の笑顔は、彼の努力が報われた瞬間を象徴していました。祝勝会では父親の中村智之さんが、息子の努力が実を結んで本当に嬉しいと語り、師匠の二所ノ関親方も、彼の頑張りが実を結んだことを誇りに思うと称賛の言葉を送りました。また講演会のメンバーからも、大の里は私たちの誇りだという声が多く聞かれました。大の里の優勝は彼自身だけでなく、彼を支えてきた全ての人々にとっての喜びとなりました。では一方で、隣の龍ヶ崎市にある四季秀部屋では、三段目の最上桜が故障のため18歳の若さで同場所を最後に引退しました。彼の引退は多くの人々にとって悲しいニュースでしたが、彼自身は第二の人生に向けて前向きな姿勢を見せています。最上桜の本名は最上健龍です。平成17年に北海道で生まれ、平成28年に小学4年生で札幌市での大会優勝をきっかけに本格的に相撲を始めました。同年に北海道北広島市での相撲教室で講師役だった四季秀親方と出会い、彼の相撲人生がスタートしました。最上桜は小学校6年生の時に家族と共に茨城県に引っ越し、四季秀部屋に通い始めました。中学校に上がる頃には部屋に住み込み、本格的な相撲生活が始まりました。彼の体格や礼儀正しさに感銘を受けた四季秀親方は、何かあったら来いよと声をかけ、最上桜を応援していました。そんな最上桜が引退を決めた理由は、左肩の怪我と持病の喘息の再発だと言います。でも彼はやるだけやった、悔いはないと話していました。5月27日に四季秀部屋で行われた断髪式では、関係者や部屋の力士ら約30人がハサミを入れました。最上桜は神妙な顔つきでその瞬間を迎えましたが、両親や四季秀親方がハサミを入れると涙をこらえきれない場面もあり、彼の父親隆さんと母親鈴見さんは感極まって大粒の涙を流しながら引退を見守りました。隆さんは、相撲の世界で頑張った息子は誇らしい、6年間離れ離れだったのでしばらくは普通に暮らしたいと話し、母の鈴見さんも、皆さんが新たな挑戦を応援してくれるのが嬉しいと感謝の気持ちを述べていました。そして四季秀親方は、今までやってきた稽古を糧にこれからも頑張ってもらいたい、次の夢パティシエでもやる限りは世界一を目指してほしいとエールを送りました。四季秀親方にとっても最上桜の引退は感慨深いものだったようです。彼は最上桜の努力と情熱を見てきたからこそ、次の夢でも彼が成功することを信じていると語っていました。そんな最上桜の所属していた四季秀部屋と地元
龍ヶ崎氏の絆は非常に強いと言われています。式秀部屋は小学生対象の相撲教室やイベントへの出演など地域と積極的に関わってきました。龍ヶ崎市民も毎年数回地元産の米や野菜、名物のコロッケなどを差し入れするなど双方が強い絆を築いてきました。地元の60代女性は式秀部屋は地元の自慢だ、最上桜にはぜひ関取十両以上になってほしいと願っていたと振り返っていました。龍ヶ崎市の人々にとって式秀部屋はただの相撲部屋ではなく地域の誇りだと言います。毎年行われるイベントや相撲教室は地元の子供たちにとっても大きな楽しみであり学びの場となっています。また式秀親方も地域の皆さんの支えがあってこその式秀部屋だと語っています。龍ヶ崎市民からの差し入れや応援は部屋の力士たちにとって大きな励みとなっているそうです。そんな今回引退を発表した最上桜は相撲を引退した後パティシエを目指して新たな一歩を踏み出しています。今後は高校卒業の資格を取って調理の専門学校で学び、もう一つの夢だったパティシエを目指したいと話しているんです。この新たな目標に向けて彼は再び努力を続ける決意を固めています。最上桜がパティシエを目指す理由は相撲と同じように彼の情熱と努力を注げる分野だからです。彼はやる限りは世界一を目指してほしいという式秀親方のエールを胸に新たな挑戦に向けて努力を続けることでしょう。彼の家族や地元の人々も新たな挑戦を全力で応援しています。最上桜の父親隆さんも息子の新たな挑戦を応援している、彼がどんな道を選んでも家族全員で支えていくと語り、母の鼓さんも彼の夢が叶うことを願っていると温かい言葉をかけていました。また最上桜の新たな挑戦に対して多くの応援の声が寄せられています。地元の後援会関係者は相撲で活躍できるのはほんの一握りだが、最上桜は地域に愛された力士、相撲をやめても地元は第二の人生を応援すると話し、彼の新たな挑戦にエールを送っています。彼の努力と情熱が新たな分野でも成功を収めることを期待しています。龍ヶ崎市民の多くが最上桜の新たな挑戦を応援していると言い、彼の成功を祈っています。彼の次のステージでもその努力が報われることを信じています。いかがでしたでしょうか。2024年の大相撲夏場所は大の里の初優勝という喜ばしいニュースと最上桜の引退という感慨深い出来事が重なり、多くの人々にとって忘れられない場所となりました。大の里の優勝は彼の努力と才能、そして周囲の支えによるものであり、最上桜の引退は彼の新たな人生への第一歩を象徴しています。それぞれのストーリーは多くの人々に感動と希望を与え、今後も多くの人々に影響を与えることでしょう。今後のこの2人の活躍にも注目ですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。